じゃあ次ね。子供の頃の詰め物が最近取れ、うん、穴開き状態です。穴は放置で問題ないですが、痛みはなくたまに水が染みる程度です。ああ、もうこれもグッドクエスチョンですね。まさにそうなんですよ。痛くないんですよ。穴開いてても。でも、外的刺激があって、やっぱりちょっと染みたりするんであれば、しかも幼少期のやつで、今見てもそれ進行してない。なんでかって言ったら、削らんでもよかった方を削ってるからなんですよ。もう最初が無駄だったと。そういうことなんですよ、はい、結局黒いからとか、これは早く治療しないといけないからということでやられたやつは、うん、幼少期から何十年経っても壊れない。でもたまたまなんかで取れたってやつは、僕もそういう話聞いてるんだったら、じゃあ詰めときましょうかってやります。これ俺のクリニックでもたまにあるけどさ、がんの人にさ、あなたがんじゃないですかって言ったらさ、大体さ、もうめっちゃショック受けるんだけどさこれ子供の頃のさ、それ無駄な治療でしたねって言われるとさ人生無駄でしたねって言われるようなイメージだよね、うん、だから僕もパッて見て、結構神経取られた人を見てても、あなた歯が痛くなったことありましたって聞いたら、ないですって言われる。お金取るためにね。神経取るとどれぐらい点数もらえるんですか。あ、保険点数。あ、ごめんなさい、僕あんまりね、コンピューターでやってるか覚えてないけど、はあ、日本って低いんですすごく、うん、神経取ったやつのも多分3、4000円ぐらいじゃないですかね。あ、もしかしたらこれ聞いてて、歯医者見てて、わあ、アホかってなるかもしれないですけど、うん、うん、そんな高くないです。自費診療の歯医者増えてると思うんですけどね、うん、利益とかも考えて、うん、保険診療の歯医者が何をやると一番効率的にお金が入るんですか。うん、やろう。今ね、パラジウムっていう金属がすごい高騰してるんで、はあ、歯科の金属ってパラジウムと金の合金なんですけども、はい、入れれば入れるほど赤字なんですよ。保険点数よりも相場の方が高いんで、はあ、ダメじゃないですか。ダメなんですよ。え、じゃあそれをやらない方がいいじゃないですか。何してんでしょうね、儲けるために。僕そっからちょっと離れちゃったんで、はあ、どうしてんのかなと思うんですけど。え、普通に前は儲けるために。そう、儲けるためだったんです。儲けるために何をやれば利益率が高いんですか。かぶせもんですね。あ、かぶせもんがやっぱり高いんだ。そう、かぶせもん入れると高い。そうらしいですよ、皆さん。かぶせ物、今これかぶせ物の話ですからね、この人ね、うん、詰め物の話やから気をつけてくださいね、的な感じですけど、なんか面白いこと書いたやつの方が